はい皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや今世界で注目をされている仮想通貨に関連するニュースを一緒に見ていきたいと思います、えー、早速です、ね、ビットコインのマーケットから見ていきたいと思うんですが現在ビットコインは2万4400ドル近辺で推移しております、えー、こちらですね現在東のチャートを見ていただいているんですけれども、えー、まあじわじわじわと上がってきているような感じではある一方で結構ビットコインに関してはちょっと上値重いねというコメントがです、ね、非常にえ多くあるんですよね に加,えてまあ、加熱感というものがビットコインに関しては全く感じられないという状況もあるので、まあ、あの引き続きイーサ a を見ながらの展開というところになっていくんじゃないかなと思いますで、まあ、そのイーサ a なんですけれどもかなりですねこの数日間また大きく上昇しておりましてとうとうですね2000ドルというところまで到達をしましたこのあたりの寝ごろ感でちょっと売りが出そうだなという感じはある一方でやっぱりですねまだまだ イーサの2.0というかねコンセンサスレーヤーへの移行に向かってですね大きく上昇していきそうな雰囲気があるなということで短期税に関してはこの上昇を引き続き引っ張ってどこまでいくかなというところを中心に見ているんじゃないかなと思います。あとはですねちょっと先物の,の動きを見ていてもそんなにですねリグイのフローとかっていうのもまだまだ入ってきてないんですよね。なのでおそ、まあ、あらく あと1ヶ月ぐらいありますね。あのマージのイベントに向けて、もう少しやっぱり上昇幅というところを上げていくんじゃないかなと思うので、こういったところへの短期税のフローは引き続き注目をして見ていきたいかなと思っております。ちょっとこのチャート見ていただきたいんですけれども、こちらがですね、ビットコインとイーサリアムを除いたアルトコイン全体の時価総額の合計の推移になっていますと。で、これを見ていただくとですね、ちょっとあのビットコインのチャートに 少しやっぱり似てるかなと思うんですけれどもまあ、このようにですねアルトコイン全体に関しても、えー、イーサーみたいには伸びてないんですよねなんで、まあ、ちょっとイーサー次第ではマーケット全体として、えー、少しやっぱり下がってくる可能性もまあなきにしもあらずなのかなと思うので、まあ、本当に一重にもうイーサーを見てマーケットがどっちに行くかっていうのを、えー、判断するというような、まあ、市場にもなっているのかなと思いますまあ、あとはですねちょっとこの RSI がここの紫の線なんですけれども、まあ、ちょっと変わりすぎの 領域に少し近づいいてててきているかなというとうころもあってやっぱりイーサも含め売りが出やすいような水準というか今状態にはあるのかなと思うので、まあ、ここから少し入りづらいなというのは正直なきにしもあらずかなとは思いますが、まあ、素直にこのモメンタムに乗ってマーケットについていくというところがまずは短期的な利益を上げるのに、まあ、一番の今は正解になっているような状況かなと思ってはおります。 はい、で、えー、今日はですね。まあ、こういったマーケットに関連したニュース、そしてまあ、結構ですね。非常に重要なこの週末ニュースが出てきておりますので、えー、そういったところ、皆さんと一緒に見ていきたいかなと思っております。で、まずはですね。イーサリアムなんですけれども、えー、まあ、あの8ヶ月ぶりのですね、えー、高値をビットコイン。に 対してまつけていますよということが今注目をされています。はいでこちらがイーサレム対ビットコインなんですけれども、8ヶ月ぶりの今今高値のところまで来ているんですよね。でこれですね本当にまちょっと異常事態なぐらい大きく高くまあ、どん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 伸びてい,ているわけなんですけれども、これは価格というところだけではなくてまあ、先日もちょっと皆さんにご紹介しましたけれどもオプションの取引高ですとかあとは え先物ベースのでの取引高っていうところに関しても結構反映をされていてまあいかに全体としてイーサリアムが盛り上がっているかっていうのをまあ表しているチャートに一つなっているんではないかなと思います。あとはさっきも述べた通り、まりこれですね本当にイーサリアムの独人勝ちなんですよね。で今後まあこのチャートトがが戻ってててくるかかどうかに関ししはビットコインが続進して このイーサレムが下が下ってくるとイーサレムビットコインの値段が下がってくるというよりも本当にイーサレムがどう動くかによるのでちょっとですねこの動きを参考にしてじゃあ次にこのあとに入ってくるであろうアルトコインを買いに行こうかどうかみたいな動きもまあ、普通上であればあるかもしれないんですけれどもまあ、今はそういったところの相関を参考にしながら、まあ、動きづらい環境にはあるんじゃないかなと思うんでまあ、ちょっとこれは注目はされてはいるもののなかなかちょっと使いづらい指標には一つ ななってていいるのかなというのかうはは感じたりはしておりしおます、はいでまあ、そんな中なんですけれどもこれ面白いなとあの常に見ているものがあるんですがビットコインのです、ね、分析をする際にピュールマルチプルというものがあるんですけれども、まあ、これがですねビットコインはもう底打ちをしたんじゃないかというような分析結果になっていますよというのが今回のサインになっているんですがこれ何かっていうとピュールマルチプルって何かっていうと簡単に言うと現在のビットコインの価格割る 365日ののの平均の価格というものになっておりますなので今はですね360過去365日見ても、まあ、ものすごく低い水準ですよね。なので過去1年間の中でそれだけやっぱり低い水準になることっていうのはなかなかこのマーケット環境ではないわけなんですがそういったところの水準感を過去の値動きと照らし合わせてみると、まあ、今の水準っていうのは。 マーケットである程度そのボトムに近いような水準になるのでもうですね、まあ、買っていってもいいような状況に、まあ、近くなってるんじゃないかも,うもしかもうそういったところに来てるんじゃないかっていうのが、まあ、今回の分析結果になっておりますでこれをもう少しですねあの詳細に見ていくとこのピエールマルチプルっていうものが底打ちをしたタイミングっていうのはビットコインはですねあの全く同じタイミングで え底打ちをするというわけではなくて、ビットコインの底打ちに遅れるような形で、えこのペールマルチプルが底打ちするというようなことにえな通常はなっているんですね。でまさに今それが起きていて、ビットコインが底打ちをしてから価格が上がってきていて、で今のタイミングでペールマルチプルが 底を打っているというような感じなので、まあ、まさにこれが歴史的に見てもビットコインの底打ちのタイミングになるんじゃないかということで、まあ、一つの参考としてこういったところを見てみるのも悪くはないのかなというふうには思ってはおります。で次のチャートなんですけれども引き続きビットコインの取引、まあ、トレーダーですねメインはトレーダーに関してはまだまだちょっとダウンサイドあるんじゃないかというふうに見ている人が結構いますよというのが今回のこのニュースになっております。 でどういういい人が言ってるかっていうと、まあ、結構ですねツイッターでも有名なこのトレーダー J さんという方がいらっしゃるんですけれども、えー、彼および彼の周りの人たちの中では、えー、まだまだやっぱり今の水準っていうのは結構その売りがそもそも出やすい水準になってきていますよねとビットコインもそうですし、まあ、イーサも同様かと思いますなので今無理してここで買うよりもむしろそこからブレイクしたタイミングで買った方が、まあ、安心感っていうのはあるよねというふうに 言ってるんですね。なので、ま倍イーブンハイヤーということでえ、今ちょっと、まあ、あのここで微妙なラインで入っていくるよりももう少し本当に勢いついてみんながマーケットで、ここはもう底打ちして、マーケットが上へ向いていくんだっていうような雰囲気が、まあ、出てから買った方がまあ、安心感があるということをまあ、言ってるというわけですね。まあ,あのわからなくもないなと思うんです。けれども、まあ、人によってはだったらもう買っとけばいいじゃん。みたいに <laughs> あの思うかもしれませんが、まあ、これはあのトレーダーとしてまあ、リスク管理の一つの。 まあ一環の考え方なのかなと思うので、まあ、ご興味ある方はちょっとこの方のトレーダーあのトレーダー J さんの,あのツイートフォローしてみるといいんじゃないかなと思います僕もあのフォローさせていただいてるんですが、まあ、結構本当にあの有名な方で人気な方でもあるので、えー、まあ参考にされてる方も非常に多いんじゃないかなと思っておりますはいで次なんですけれどもイースタリアム、まあ、これちょっとマーケットの話から離れまして イーニアですとかアバランチサラナ,ナもそうなんですけれどもこういった銘柄に関してはあの結果的に見てみるとイーサリアムキラーまではいかないまでも投資という観点ではものすごくうまくいっているチェーンということになっているんですよというのが今回のこの記事のタイトルが示唆するところなんですけれどもこれどういうことかっていうと これまではではすね本当にそのイーサレム一強でずっと来ていたところを、まあ、この本当に数年でソラーナを中心としたイーサレムキラーの人たちがですねどん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 台頭してきていてそういったところの,、まああの本当に価格上昇というところがですね大きくドーンとあったこともあって非常に投資という観点でもあとはテクノロジーという観点でも注目を集めたかと思います。とは言えなんですが 今回のです、ね、イーサリアム2 0の移行によってプラス今後シャーディングですとかあのいろんなテクノロジーのまあアップデートがです、ね、どんどんされていくと、えー、本格的にイーサリアムキラーとしての、えー、まあ存在みたいなものが、まあ、危うくなるというような状況になる可能性十分あるというふうにも言われてますよね。で、えー、じゃあそういった、まあ、イーサリアムキラーの銘柄っていうのはあまりその投資する意味ないんじゃないかっていうような意見も、えー、ある一方で。 投資のリターンというものを実際に見てみると、まあ、ものすごく莫大な利益を生んでいるということもあってまだまだ継続的な投資がされていくんじゃないかということがこの中では言われていますと。でじゃあ今後来るイーサリアムキラーってどんなものがあるかっていうと今ですね注目はされているのは特にこの2つなんですけれどもアプトスというふうに言われているところとあとはスイですねでここ最近非常にアプトスを聞くと思うんですけれども両方ともですね元々 担当していた人たた人ちちが立ち上げたブロックチェーンのですね、まあ、あのレイヤーワンのチェーンプロジェクトなんですけれどもこういったところに関しては業界でも非常に注目を集めているというか非常に有名なアンドレイセン・ホロビッツですとか本当にそうそうたる名だたるメンバーが投資家として入っているので当然ですね多くのほかの、まあ、それよりもティアが低いというか小さい投資家もバン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 今度投資をしていってかつそこが非常に潤沢な資金を持っていることもあって。 えー、いろんな開発をして、えー、レイヤー1、まあ、もしくはブロックチェーンのプロジェクトを立ち上げたいよという人たちはおそらくですねこういった企業もしくはこのアップトス移からグラントというです、ねまあ、支援金を頂い,いて、えー、プロジェクトの開発っていうのをしていくと思うんですね。でそうするとやっぱりどん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 人もお金も集まっていきやすい,よい,きやすいので、えー、それによってまあハイプが生まれて関連プロジェクトのトークンっていうのはまあ爆上げみたいなものが今後、えー、もしですねあのウェルマーケット来るようなことがあれば、まあ、一気に えまあそういうような現象が起こってくるんじゃないかと思うのであのイーサリアムキラーというまあその言葉非常にまああのキャッチーな言葉でもあったと思いますし、まあ、今まさにそれに向けて開発が進んでいるプロジェクトもあるので、まあ、あのイーサリアムキラーになるかどうかっていうのは別として、まあ、いい投資先のまあ一つとしてですねこれらのアップト3とかまあこういったイーサリアムキラーとなり得るようなチェーンのプロジェクトに関しては注目をしておくと、えー、面白いんじゃないかなと思うので。 今後もも僕自身もちょっっと追って見はい次なんですけれども、えー、ここ最近非常に注目を集めておりましたトルネードキャッシュというですね、えー、このプラットフォームを使うとある意味そのマネーロンダリングが比較的容易にできる可能性が高いプラットフォームがあるんですけれどもこれがですね開発者がアメリカの方で捕まりましたでプラスもう一個ですね次の記事ではオランダの方でも開発者 がまあ逮捕されたんですね。でこれ逮捕されて何がこんなに問題になっているかというと、このトルデーノキャッシュの開発者っていうのは別にマネーロンダリングをさせるためにですねこのプラットフォームを開発したわけではないんですよね。でプラス今は非常にこのウェブ3の世界というかあの概念としてプライバシーの保護というところがまず重要な、えー、まあ観点としてよく歌われてはいるんですけれども。 こういったところの開発者が捕まってしまうと今後はです、ね、いろんなそのプロダクトを開発する上でこのプライバシーを守るという観点でのテクノロジーですとか、まあ、仕組みみたいなものがなかなか取り入れ取り込みづらくなったりするんじゃないかということで一つ懸念にはなっておりますとあとはですねさっき申し上げた通りこの開発者っていうのはマネーロンダリングを推進するためにやってたわけではないんですよね。 でビットフライヤーのですね加納さんもあの先日ツイートでも言っていたんですけれどもこれっていうのは例えばナイフを作ってる人たちっていうのは別にナイフってまあいろんな使い方があるじゃないですか。でそのナイフをある人が、えーまあ、すごい人を傷つけるために使ったことがあった場合じゃあそれあのそういった人を傷つけるために使ってしまったのでこのナイフを作った人 逮捕ですねっていうふうに言われているのと同じですよねでツイートしてたんですけれども本当にそうでどういうふうな使い方をするかっていうのはやっぱりユーザー次第ですよねでプラスここ最近ですねえっ、ー、とイーサリアムのファウンダーの一人でもありますえビタリックさんに関してもこのトルネードキャッシュを使ったことがありますよと発表をしていましたでこれどういう時に使ったかっていうとウクライナ向けの支援をする時にと 受け取り手側のプライバシーを守るためにこのトルネードキャッシュを使ったというふうに言っているんですよね。なので別にその何かやましいことがあってそういうことをしているというよりもまあそういったまあプライバシーを守るという観点でまあ適切だということでこれを使ったということなんですけれどもじゃあこれを使った人もえまあ,ある意味その犯罪に加担しているかどうかっていうとまあすごくまあ難しい判断というかまあそう一概にはそう言えないじゃないですか。なので今後 これがまあ一つの逮捕ホとして出てしまったことで、今後多くのですねこのブロックチェーン関係の開発者に対して非常にま見えない圧力がかかるんじゃないかというような懸念が出てきております。まあ,あのよま簡単に言うとそのイノベーションが阻害されるんじゃないかということですね。で今後おそらく裁判とかっていうのがされていくと思いますので、その裁判の内容によっては。 まあとはやっぱり一番大事なのはなぜどういうところがいけなかったかっていうのがもうちょっとですね規制する側が明確にしないと今後やっぱりそういった、まあ、あの特にアメリカの方では開発者に対しての、まあ、見えない圧力みたいなものがかかり続けることによってどん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 人材流出というところにもつながるんじゃないかなと思うので、まあ、非常に重要なニュースになってくるんじゃないかなと思います。はい続いいい続ててこちらのニュース見ていきたいと思うんででですすけれどもも取引所でもですね非常に有名な フォービーという会社があるんですがそこのファウンダーが自分の持ち分をですね売却をするということを発表しておりました一部では約日本円で1300万円からま4000億円ぐらいまで価値が上がる可能性があるというに言われているんですけれどもこれはですね今後売却することによってまた取引所間のパワーバランスみたいなものが大きく変わってくるんじゃないかというのも言われてはおりますフォービーに関しては中国で非常に大きなシェアを持っていたんですが中国のですね sf のまあの大きな力というか、そういったところによって、えどん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 海外への進出みたいなところを今力を入れています。で、一応ですね。えとドバイの方にもまライセンスを持っていてえ活動しているわけなんですけども、彼らの今のメインのターゲットというのはヨーロッパらしいんですね。なので、まあ今後ヨーロッパの方に進出をしていくということではあるので、まあ、ftx とおそらく。まあ、そういう方向性の観点でまあ,あの何ていうんですかね？ 戦略的に合うというところも一つあるのではないかなと思いますがまだあのホービーの方もヨーロッパの方で大きいシェアを持っているわけではないので本当に FTX のサムさんが買うかどうかっていうのはちょっとわからないんですが今後もこういったところの交渉が続いていくということで注目をしていきたいかなというふうには思っておりますはいということで皆さんいかがでしたでしょうか非常にここ最近やっぱり仮想通貨が上がってきてるということもあってコメント欄だったりとかあとはツイッターの方で非常に 仮想通貨関連のの議論といいいいううかかコメント意見というのも非常に多く出ててるんじゃないかなと思ってはおりえすその一方でまだまだ乗れてないよとまあボクもそうなんですけれども買ってないという人も実際に多くいるんじゃないかなと思うんですね。でツイッターとかで見てみると、まあ、結構まだ買ってないのかとか、まあ、あの爆撃ですみたいな人も多くおそらくいると思うんですけれどももう今の時点でポジションを持っている人っていうのは。 まあかなり結構あのまあしっかりとポジションを持っている人っていうのはトレーダーがトレードがまあかなりうまいかもしくはまあ結構長い間ポジションを握ってたっていう人もまあ実際には多いかと思うので、まあ、そういった声に、まあ、僕はですね惑わされず自分のリスクテイクのタイミングとかリスク許容度っていうのをまあしっかりと把握しながらやっていくっていうのがやっぱいいんじゃないかなと思うんですね。 やっぱり他の人が儲かっている儲かっているというような状況だと自分も買わなきゃっていうような感覚的になるかと思うんですけれどもそれまで抱えている含み益含み損というのもそれぞれ違うと思いますしあとはあの多く資産を持っていれば持っているほど仮想通貨に、えーまあ、そこまで入れるというよりもやっぱりいろんな不動産を持ったりとかもろもろいろんな分散の投資というのも方法としてはあると思います。あとはやっぱりその 急いでお金持ちになろうとすればするほどものすごいやっぱ高いリスクになると思うのでそこをまああのグッとこらえてなのかまあそういうあの考えが別に悪いとは思わないんですけれどもまあしっかりとあの腰を添えてというか足を添えてっていうの何て言うのかなあのまあなんていうのかな急いでお金持ちになればなろうとするほど損失をまあ被る可能性もまあ高くなりますし自分の資産を失う可能性もあるので。 本当に資産運用というのは、まあ、焦ってやるというよりも、まあ、着実に確実に増やしていくと、まあ、もしくは負けないというのをあの本当に第一に考えてやっていただくことが僕は本当にいいんじゃないかなと思います。本当にいろんなあのコメントツイッターもろもろ出てますけれども、えー、あの自分を持ってやるということがもう何よりも大事だと思いますので、えーまあ、そこはですね、まあ、いろいろ考え方ありますがあのそんなことを日々 特にここ最近大きくイーサレムが上が上っててていいるので僕はは考えてたりはしていますちょっと僕もビットコイン持っているのでリグイ全部もうしちゃおうかなっていうふうに思ってたりもしてはいるんですが、うんまあ、まだいろんなそのオンチェーンの次のちょっと動画でオンチェーンの分析っていうのをやろうと思っているんですがそんなにリグイの売りっていうのもビットコインまだ出てきてないんですよね。なのでまあもうちょっとアップサイドある可能性もあるのかなということで。 まあ少し残している分に関しては、えー、若干もうちょっと持ってみようかななんていうのは考えていますが、はいまあ、あのこんなこと言ってるとまたいろいろとあの言われそうなんであれですが、はい、そんなことをここ最近は考えておりました。はい、ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。